ゆいの小部屋へようこそということで。ゆいの小部屋へようこそということで、今日の小ネタは念願の DJI オズボポケット3を購入しましたので、中身を確認していきたいんですけども、なんでねこのオズボポケット3を買ったかと言いますと、まあ、今ね、まあ、大体私たちの撮影する時の機材って、うん、今もんちゃんが持ってるソニーの ZV-1、うん、で水中とかタイムラプスは、GoPro のヒーロー9、うん、であとはこう料理の、まあ、物撮りっていうのかな、うん、とかちょっとねちょっとした時にパッて撮る時は iPhone のもんちゃんが11かな12かな2で、うん、私が13、うん、で撮ってるんだけども、うん、このね動画編集する時にねいろんな機材であちゃこちゃ撮っちゃうとそのタイムライン上にね、うん、でここまではソニーの ZV-1 の撮った、うん、で次 iPhone の物撮りが入る、うん、でじゃあ GoPro のタイムラプスが入る、うん、でまたソニーに戻るとかだとねもうそのこうやって貼り付けていくことがね最近すごい大変になってきたの、うん、なんかいろんなもので撮りすぎてね、うん、で、まあ、ちょっとね一本軸となるカメラが欲しいなって思い始めたのよ、うん、でそれをね思ったのは結構前からで、ソニーの、アルファシリーズの、うん、ミラーレスカメラの30万円を悩んだり、うん、GoPro の今ヒーロー12が出てるの、うん、画期的な進化があるらしいんだけど、うん、なんか今ヒーロー9だとちょっとね画質が悪くてヒーロー9から12に変えようかなとか、ソニーのミラーレス買おうかなとかってもうずっと悩んでて、うん、でつい先日ねドローンをね習ったじゃない、はい、強さんに、はい、その時の機材が DJI だったのよ、うんうん、でジンバルの、まあ、ジンバルを積んだ、うん、ドローンが森と海岸を飛んだわけじゃん、うん、その時のね画質にね私がこう編集してたらすごい感動して、うん、めちゃくちゃ DJI って綺麗だなと思って、うん、で私の中での選択肢がピコーンとね、うん、もう DJI にしようっていう風にあの時決めたのよ、うん、で今回購入したんだけど定価が 96,800円で、うん、Amazon で買っても Yahoo ショッピングで買っても値段一緒なんだけど、うん、ただ Yahoo ショッピングの方が公式のショップなんだけど、うん、ペイペイボーナスがつくのね、うんうん、でそれが7000弱ついたから、うん、私たちはヤフーショッピングで買いました、はい、ちなみにクリエイターコンボね、はい、いろんなものがついてるやつ、うんうん、でじゃあちょっと開けてみますね、はい、これメモリーカード、まあ、そのね帯というかねタイムライン上に並べるのを簡単にしたいっていうのともうそもそものね iPhone のストレージが常にいっぱいで、うん、私たち 128GB なのよもうだから取って消して取って消してっていうのが本当大変でさそんなこともあって今回買ったとよいしょあんちゃんが段ボールの破片ですごい遊んでるけど気にしないでくださいそれではね中身がこちらですじゃじゃんとDJI オズモポケット3でねちょっとねやっぱお値段もしますから、うん、ちょっとねメルカリとかでもう1か2でいいかなと思ったのよ正直、うん、なんか別にそんな変わらんかなと思って調べたら、うん、なんと3から画期的に変わったんだって、うん、なんかわかんないけどセンサーのサイズとか、うん、私もそんなガジェット系じゃないかよくわかんないんだけどとにかくねもう1から2の進化とかの比べ物にならないほど2から3がすごいんだって、うん、だからこれはね奮発しなきゃいけないなと思って買いましたこちらが SD カードとのセットでこれはね Amazon で6800円したんだけど、うん、今回ねメモリーカードめちゃくちゃ奮発したの、うん、私たちさ電気屋さん行ったらさ一番安いメモリーカード選んでたじゃんそうするとねパソコンにデータを移す時とか、うんカメラの録画を切る時とか、うん、書き込みが遅いのよ、うん、すごい遅いじゃん ZV-1 でそうなると撮ろうと思ってこうやってやってから起動が遅いんだよね、うん、赤いランプがつくのが、うん、それも最近ストレスになってきたから、うん、これエクストリームっていうの買ったの、うん、ウルトラの多分上、うん、だからこれはね 512GB の、マイクロ SD カードね深爪しちゃってね爪がなくてねうまく開かないんだけどよいしょ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 まあちょっと GoPro のさセットと似てるよね、うん、GoPro もさこういう感じでくるよね、うん、でも素敵なポーチだねそうだねこのまま持ち歩く感じだよね、うんうん、
でね、気をつけなくちゃいけないのはさ、アクションカムじゃないから防水じゃないのよ、うん、なんかこういうのってさ、なんかそんな気がするじゃん、防水っぽいじゃん、うん、これ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 がジンバルでキュンとね立つはずなんだよね、うん、でちょっとここ、これ剥がしちゃうね、もう、あ、剥がす前に、剥がす前にこうだ、なんか、もうね、もうモンちゃんが映ってる、そう、うん、ちょっと待って、イングリッシュになっちゃって、ちょっと待って、ちょっと違う、もうついてる、わわ、どうしよう、お、勝手に動く、すごい、これがジンバルってやつですよ。で重さはね、うん、250のちっちゃいペットボトル持ってる感じ、500までじゃないね、うん、ね、あ、すごい、中もねちゃんとこう仕切りがついてて、へー、こういうのって開ける時が一番ワクワクするよね。これはね、確かバッテリーここに刺すと、なんていうの、バッテリーが延長するみたいな感じだったと思います。違うかな、こっちもあった。本当だ。これはまあ見る限り三脚よね。あー、かわいい。これもよくわかんない、なんかトランスミッターってよく書いてあるんだけど、これがマイクのモフモフ、まあ、あとストラップ、まあそれと充電コードと、うん、これはね、あ、そうそう、これはね広角レンズって書いてあったわ。これこれすごくない、これ、うわ、これをね、ちょっとどの向きかわかんないけど、レンズにパッてやると広角になるらしい、うん、これで最後かな。これは何だろう、蓋、オズモポケット3プロテクティブカバーって書いてある。やっぱそうだね、カバー、カバー、あ、中に、あー、もう中に本体を入れて持つ、うん、だ、これだけ持つと不安だから、うんうん、これを直接こう中に入れるっていう、うんうん、ケースだね、はい、ちょっと説明書を熟読します、はい、熟読しようと思ったらさ、言葉なんかいらないみたい。あ、絵なんだ、全部絵、すごい。内容物とかもここに全部書いてある。うーん、じゃあこの絵を熟読します、はい、メモリーカードにショッピングマークついてるの面白いね。あ、買えってことね。そうそう、ついてないよっていう話。これがオンオフなんだね、うん、このカチョっていうのが、うんうん、入った入った。で、オンするからこう、おお、あ、もうね、すっごいスムーズだし、うん、GoPro って全然反応してくんないのよ、うん、私のヒーロー9、うん、これすごい、そこがスマホみたいになってるね、うん、何これ、グッと、うん、左端からスワイプして再生画面に入る、あ、これ、あ、ファイルなし、映像パラメータは、おお、買ってよかった。買ってよかった。すごいね。タップしてジンバルを回転。ちょっと待ってね。ちっちゃなスマホみたい。うん。めっちゃくちゃ綺麗。ちょっとね、反射しちゃって見えない。ゆいさんのことちょっと映してみてもいい？あ、はい、あ、めっちゃ広角。すごいよね。わわわわわわわ、すごい。ジンバルが動いてるのかわかるわ。ジンバルが勝手に？うん。ゆいさんを捉えてるってこと？うん、ちょっと待って。うん、うん、ちょっと待って。うん、動いてる動いてる。ジンバルが動いてる。へえ、すごくない？すごい綺麗。これでも綺麗なのわかる。この赤い丸を一回押すと電源が入る、カメラがオンになる、ビデオがオン。これは録画だ。録画スタートだ。めっちゃ綺麗だな、マジで。オフはこれを、1秒長押しするとオフになると、うん、でこのグリグリ、このプレステのコントローラーみたいなグリグリは、うん、ジンバルが動くっぽい、いくよ、うん、ほら、わかる？ほんとだ、いくよ、ほら、それってさ、何？自分がカメラを動かすよりもいいのか、うん、これ動きが神なんだけど、やばいね、あ、これわかってよかった、あー、これすごいわ、だからさ、こうやって撮ってってさ、こうやってやればいいんだもんね、そしたら自分が手で回すより綺麗に動いてくれるんだ、そうそう、こうやってやると手ぶれするじゃんよ、あー、そうかそうか、手ぶれしないってことじゃん、そういうことか、そういうことか、うそ、やばい、これを1回押すと戻る、2回押すと、あ、ジンバルを再センタリングしましたらって、2回押すと、3回押すとジンバル向きが反転した、千鳥ね、行くよ、見てて、
てんてんてん、シャキン、すごい、てんてん、シャキン、へー、すごくない？で、長押しするとロックだ、ジンバルをロックするんだ。長いの入れて、お、お、バッテリーハンドルのバッテリー残量、あ、こっちの方は 68% しかないですよっていう、バッテリーハンドル更新中。結構こうやってやると長いね、縦長のカメラみたいな、うんうん、これにモフモフをつけてるね。やっぱマイクだね、こうやってつけるんだ、うん、多分こうだ、うんうんうん、でもこれはちょっとあんま使わないと思うな。このバッテリーハンドルの下に三脚をつけたんだけど、この三脚もね、すごい質が良くて安定感抜群って感じで、でちょっとね、白飛びしてわかんないと思うけど、このバッテリーのところが 56% で充電マークがついてるから、まあ、このバッテリーのハンドルから本体に給電しながら作動してるっていう感じかな。この広角レンズさ、マグネットでさ、うん、ほら、わ、そんな簡単なんだ、すごい。で、まあ、結構魚眼っぽくなるけど、うん、うん、確かにね、広角、うん、広角、めっちゃ広角だわ。まあね、こんな家で、あじゃない、こうじゃないって言ってても何も多分伝わらないと思うから、うん、あのね、今回買ったこのタイミングはね、明日から大阪に行くの、実は、うん、その大阪に間に合わせたくて、うん、急いで買ったのよ、うん、今回の大阪はほとんどこれで撮ると思う、うん、もうこれを使いこなしてみたいから、うん、まあ ZV-1 持ってくんだけど、基本的には常にこれで撮ってみるから、うん、まあそれはVlog の方であげるけども、これはこれでこんな感じですっていうのを、うん、ユニバーサルの外と室内とか、うん、走ってみるとか、うん、夜景はどうなのかとか、うん、で広角レンズつけたらどうなのかとか、うん、いろいろね、撮ってその動画をくっつけてね、うん、お見せしたいと思いますので、それでは大阪へどうぞ。あれもちょっと待って、私が持ってない、ちょっとまだね、カメラが使いこなせてなくて。はい、今大阪着きました。とっても寒いです。今夜ですが、まあ、電気は明るいけどね、映像はどうなってますでしょうか。新幹線でね、一通り動画を撮ってたんだけど、かなり使いやすいですね。とても好印象です。ただいまホテルに着きまして、今からディナーを食べるんですが、やはり今三脚をねつけて撮ってるんですけど、かなり広角で、やっぱこういう時ね、 ZV-1 とか iPhone の時とかって、私の顔がすごいアップで映ってたじゃん今まで、うん、なんかこうやってね、画角がこう広いっていうのはとてもね、自由を感じます。いただきます。今からユニバーサルスタジオジャパンに行きます。いつもだったらソニーの ZV-1 を持っていくんですが、このオズモポケット3のみで行ってみたいと思います。今ユニバーサルの中に入ったんですが、雨が降っておりまして、はい、こちらオズモポケット3は防水じゃないのね、うん、だから傘をゲットしました、はい、これがアクション3だと防水なんだよね、うん、アクションカムだとね、うん、だからこれで撮影いたします、うん、どうでしょうか、映ってますでしょうか。綺麗だね。こういうとこ来ると格段に映えるよね、うん、このカメラがさ、滑らかだよね、すんごい。手ぶれは本当にしてないと思う。こちらの映像は標準レンズで撮っております。これを今から広角のレンズをつけてみたいと思います。そのままつけようか。はい、お願いします。はい、あ、傘のここが映りましたね今。はい、広角のレンズをつけた状態でございます。抜いてください。あれ回んないじゃん。あれ、あ、もんちゃん逆とかない？落とした声からちょっと手前にしとこう。あ、動いちゃダメか。はい、あ、こっちつかない。あ、じゃあつく方で。あー、グンって広がる。ちょっと撮ってみて。あ、うん、変わる。あの大きなこの塔が、うん、塔が遠くなる。塔が遠くなるよやっぱ。今ハリーポッターのお土産屋さんなんだけど、うん、こんなに暗かったらどうでしょうか、ね、これ多分 ZV-1 じゃほぼ映んないレベル。うん、真っ暗だと思う。じゃあモニターではどう？すごい明るいよ。商品もしっかり見えるし。本当だね、すごいよ。ほらこの暗さどうよ。 iPhone ぐらい明るく映る。これで暗いよ、うん、映るよ。ほら、画面の方が明るいね。肉眼より明るい。画面の方が明るい。そうそうそう、もう私も目悪いからさ、全然わかんないもん。うん、美味しそう。チョコレート、もはや iPhone の方が暗いわ。 iPhone 暗いね。ね、
すごい。いやすごいね。本文間違えた。本文間違えた。遠くに来たのが見えた。間違えた。ここら辺だった。ヘイマリオ。なんだ今の声は。夜のユニバです。全然真似できなかった。すごい夜も綺麗に映るの。このカメラやばい。オズモポケット3やばい。やばいです。すごいでしょ。めちゃくちゃ夜景綺麗。すごいね。 iPhone より綺麗に撮れる。しかもやっぱ充電の持ちがやばいね。最高。最高だわ。ワク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 。はい、大阪から帰ってきて編集も終わり、このねオズモポケット3で撮った動画を見たんですけども、うん、もうすごくねもんちゃんと買ってよかったと、うん、もうその意見に尽きるぐらい、うん、よかった。もうなんせ軽いから、うん、まあよくね、まあ、カメラマン、うちのねカメラマンはもんちゃん担当だから、カメラの機材系っていうのはもんちゃんが常に持ってるじゃん、うん、USJ 行ったりとか、うん、いろんなところ行くときに毎回カバンに入れてくれてるんだけど、うん、もうね、ZV-1 を持ち歩いてる時はね、ものすごい重さだったみたいなんだよね、やっぱし。重かった。あのね、まずカメラ本体もまあ重いけども、そのバッテリーの持ちも悪いから、バッテリー、予備バッテリーが3つも4つもあって、そうだよ。それをさらに充電する、まあ、拡張キットみたいなね。これこれ。そうそうそう、これこれ。これでね。この子たちはね。そう、しかもそれをモバイルバッテリーで充電しなくちゃいけないの。何回も何回も充電して、そうで1日かけて4つを3回ぐらい繰り返さなきゃいけないの。そう、だからそれをね常に、しかもそれを管理してなくちゃいけないんだよね、うん、カバンの中でちゃんとモバイルバッテリーが刺さってるのか、うん、どれがマックスでどれがなくて、じゃあ次はこの電池を使おうと、うん、まあ、そういったことにね本当に振り回されていたんです、私たち、うん、というか、まあ、もんちゃんは、うん、まあ、それがねこんな小さなオズモポケット3で、うん、何にもバッテリーの問題がなかったじゃん。1日充電しないでいけたよね。いけたの。もうそれもうほとんど回しっぱなしだよ、うん、もう朝からユニバーサル行って難波行って梅田行ってみたいなところを全部撮っても大丈夫だった、うん、まあ、それにはねこれについてるやっぱこのバッテリーのこのハンドル、これがすごいじゃん、うん、でこれね別売りでね1万円しないぐらいなんだよねこれ、うん、で私はもう1個買うと思うんだけど、充電も早いから、例えば朝ホテルの朝食を食べるときにこれを置いてこう撮影するじゃない、うん、食べ終わりました、でホテルの部屋戻って出かける準備をしてる間に充電器挿しとくと、うん、そうしたら満タンになってるのよ、うん、で満タンの状態でまた Vlog を撮りに行けるから、うん、あの本当にバッテリーの面は画期的だなと思った、うんうん、あの ZV-1 を持ち歩くことはないかもしれないね。はもう言えようかな、うん、この今ねこのまさしく今撮ってるこの ZV-1、 ソニーの ZV-1 カメラは家でねこうどっしり構えて三脚を立てて撮影したりとか、うんうん、なんかそういう撮影に向いてる、まあ、一応これも Vlog カムなんだけど、うんうん、なんとなくねこのやっぱ三脚もいいんだよね、いい。結局さ ZV-1 って三脚をつけなくちゃいけないじゃん、まあ、これもつけるんだけど、うん、つけてこの状態じゃん、うんうん、なんかそれがもうねゴリラポッツとかつけちゃうとね生き物みたいに大きいのよ、こんなぐらいに。だからその撮影の手間みたいな、うん、うん、まあ私たちは楽しく YouTube やってるから、ああ動画撮り行くかって心が重いってことはまずないんだけど、うん、撮り行くぞっていう気持ちで撮ってるんだけど、やっぱね重さがね煩わしくなっちゃった、うん、ZV-1 の、そうだね、うん、だからこれの良さはとにかくバッテリーの持ち軽さね、まあ、ちょっと私たちね勉強不足でこの大阪の旅中にね、自分の、セルフィーの状態、うん、こうやってね自分でモニターを見ながらカメラを撮る状態にした時に、うん、まあ、フェイストラックみたいなのがあって、うん、自分の顔を覆っちゃうんだよね、うん、なんかそれをオンとオフにできるってことを知らなくて、うんうん、なんかこうホテルでねご飯食べてるシーンで延々と私の顔を追うっていうね。とても気持ち悪い映像を撮ってしまったんだけど、まあそういう点が反省したりとか、今ではもう改善点が分かってるからオフにできるんだけど、まあそれとかね、私マイクをほら使ってないじゃない、ここについてるマイク、これね、これ本当はこれをねつけるべきなんだけども、私たちの場合2人とも喋るから、
うん、私だけの声が大きく取れちゃってもんちゃんの声がちっちゃくなるっていうことが私は恐れていて、うんうん、マイクを使ってないんだけど、うん、その結果ね、こうなんかこうカチャカチャする作業をしてるとき、まあ、大阪動画で言うなら、うん、もんちゃんが飴をね詰めてる作業とか、うん、お土産の紹介いただいたお土産を開けるとき、カチャカチャカチャって、うん、それと私たちの声が一緒に混じると音声が割れるっていう現象ができたのね、うん、今数を分けてねこちらの OPP に入れて最後にこの、うん、でもそれもネットで検索するとなんかその周りの音をどれだけ拾いますかみたいな設定があるらしい。うーん、それをあのいっぱい拾うじゃなくて、うん、そんな拾わなくていいよみたいな設定にすると音割れを防げるっていうのも見たから、まあそれを次はオンにして低くして取れば音割れも解消されると思う、うん、だからいい意味で音もすごくいいじゃん。なんかね、すごくマニアックな話になっちゃうんだけど、編集するときって音の波形があるのね、うん、私がこう喋ると、私がこう喋るとっていう波形になってるのよ、うん、まあ、それでよく編集するんだけど、もう波形の波があの大きいの、ZV-1 とか iPhone に比べると音量が大きいの、大きい、で、そのこれ以上いくと、まあその音割れしますよっていう線があるの、うん、この線に波形がこうなってるわけじゃん、うん、その線ギリギリなんだよね、結構やっぱ広いすぎてんだ、広いすぎてる、そうだからあの結構ね、例えば駅で私が撮ってる時にじゃあ次山手線乗りますとかで喋るとするじゃん、うん、その時に駅の後ろのバックミュージックも大きいじゃん、うん、上野とかさ、うん、なんかわかんないけどそういうこと言ってる声と今から山手線に乗りますっていう声が交差するから音の波形ってものすごく大きくなるの、うん、だからそのなんか編集をしてる時にもちょっと音下げた方がいいかなと思ったのよ、うん、もう今回下げなかったんだけど、うん、だそういうのも含めてちょっと音そんな拾わなくていいよっていう設定にした方がいいと思った、うん、音が割れないとしても、うんうん、だから次からの Vlog はそうすると思います、はい、まあもう何も言うことはないね。私が一番嬉しかったのは手ぶれしないことかな、やっぱり手ぶれね、歩きながら撮るから、そうだ、うん、もうそれがやっぱ ZV-1 どうしても手ぶれちゃうんだけど、うん、何にも気にしなくても手ぶれないでいてくれるから、うん、この私が撮ったって手ぶれしないからね。なんでね、私にカメラを持たせないかってもんちゃんが、うん、手ぶれが嫌なのよ、そう、あなたが撮ると手ぶれするから私に任せなさいって言って私はカメラを持たせられないわけ、うん、でもこれだって手ぶれしないから、うん、撮れると、そう、うん、だからこのね、まあ、ジンバルカメラってのが、まあ、初めて使う人は難しく感じるよね、やっぱ。例えばさ、こういうものを物撮りしようと思ったらさ、うん、まあ、こうやってオンするじゃん、うん、さあこうやってやるじゃん、うん、でも今ってジンバル下向いてないの分かる、これ、あ、前向いてるね、前向いてるでしょ、これカメラここ映ってないんです、うん、そうするとここのポチで下に向ける必要があるの、うん、こうしないと撮れないのよ、うん、でもこういうカメラってこうしたらさカメラ撮れるじゃん、そうで、こうして撮ると、うん、っていうその一手間みたいなのも正直あるの、あるある、うん、だからそれはでも慣れだし、うん、もしかしたら物撮りとかのカメラには向いてないのかもかもしれないね、うん、だから私たちはよくこれは食べてる私を撮るため、物撮りは iPhone っていう風に使い分けてるの、うん、その都度こうやってやってこうやってやるのめんどくさいじゃん、うんっていうなんか使い分けは必要かもしれないけど、でも撮れないわけじゃないし、撮れないわけじゃない、撮れた時の達成感というか、うん、あ、うまく撮れた、うまく撮れた、そうだね、まあ、何よりも編集してる私が一番テンション上がってる、うん、あー綺麗だなって思いながら、うん、なんかねホテルからの夜景とかさ、うん、なんかちょっと散歩チャンネルを思わせるような、あと 4K で撮ってみたかったよね、あ、そうだね、そのね、なんでね、こいつにはね 4K を撮れる資格があるのにその 4K 動画を撮らなかった、撮れない理由はうちのパソコンにあってね、うん、そんなにね高性能のパソコンじゃないから 4K で撮ってしまうと重たくなっちゃって、うんうん、パソコンが多分落ちちゃうから、うんうん、今でも落ちてるのね1080の解像度にしても落ちちゃってるから、あの次ね、だからこの子に合わせたパソコンが欲しくなるぐらい、うん、だから絶対次はあの 4K 動画も編集したいんですけどっていうことで、それに合わせたメモリとパソコンを買わなきゃなっていうふうに思った、うん、でもそれが結果的にチャンネルとしてすごくね、うん、あのいい映像になって綺麗になって、
動画をお届けできるっていうモチベーションアップにもなったというか、うんうん、ただただ撮ればいいやってわけでもない、自分たちのモチベーションを上げるために見てくださる、ね、視聴者様はそんな綺麗かどうかは別にって感じかもしれないけど、うん、やっぱやってるね、私たちからするとすごいテンションが上がるのよ、うん、あこれはいいぞみたいな。なのでね、まあ、10万円はとてもいいお買い物だったと思います、うんうん、これからねパソコンを買ったら 4K 動画にも挑戦したいと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。これから YouTube 始めようかなとか、ちょっと思い出に動画撮りたいな、 iPhone じゃちょっとなって思ってる方はこのオズモポケット3買ってみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。嘘でしょ。お会いしましょう。さようなら。試し撮りです。大阪行く前に試し撮りです。音声どうですか。